リクエストがあった純正電信ですね。そうですね、はい、はい、まあこれはもう本当電信の動きをするために作った感じかな、はい、普通にね。そうですね、だからまあ、うん、そんなに特殊なことは何もしていないです、正直なところ。ちなみになんか大会の結果見てると、はい、あの電信ミラーを見てですね、はい、あの暗殺術、はいはい、戻す暗殺術を採用してて、はいはいはい、暗殺電信っていうのが一応流行ってる、うん、そうですね。じゃあ今回は純正電信ですね、はい、はい、ではなんか説明お願いします、はいはい。まあでもこれ機はねもうね、電信といっても、まあ、電信の動きといえば何といってもまずね、うん、あの鈴を装備して、で、うん、その鈴をね、まあ、効果を使ってメインフェーズ開始時に、まあ、高いんですね、うん、まあ、このサイズ3の電信モンスターに、まあ、乗って、でその効果を使って戦うっていうのが基本です、うん、基本的に本当にそれが全てですね、うん、いわばこれ2枚大丈夫なの？2枚で十分です、それは、はい、うん、というのもあのその武器って性質上複数いらないんですね、どう考えても、うん、まずその武器ってあのその武器自体が効果で破壊されません、うん、はい、で、その武器が例えばサイズ3のモンスターがその上に乗っかるんですけども、そのソウルも決して抜かれることはありません、うん、はい、でその上に乗っかったサイズ3モンスターも効果で破壊されません、うん、はい、なのですごく場からどきにくいんですよ、うん、だからそんなに1枚手札にあればもうよほどのことがなければ場からどかないというところなので、うん、ドロップ送りか、そうですね、そうですね、まあ、ドロップに送ったり手札に戻したりっていうことぐらいなんですね、うん、だからまずそんなに枚数があっても困るんです、うん、逆に言うと、じゃあ一番やっぱり枚数を削って一番不安になるのは、じゃあ果たして2枚で引けるのかってことなんですね、うん、ちゃんと、うん、で今のところ鈴が来なかったってことはほぼほぼないんですよ。まあシンプルにサーチがあるのと、そうですね、あとはなんかすげえゲージから森って持ってくるこれか、そうですね、それですね、とかあったりとか、はい、そうで具体的に何をやって持ってくるかというと、例えばここにね、あの刀ダリルベルグがここにいるので、あそこもいるね、はい、で3枚めくって探すとか、まあ、普通にダイレクトじゃなくて、まあ、ここ経由してが、そうです、まあここ経営するのかな大体は、まあいやいろんなパターンが多いですね、例えば3枚めくった先に何かいるってのもありますし、あれと大丈夫な感じだった、そうですね、あとは、まあ、単純にこれで電信1枚選択して武器を1枚手札に加える、うん、あとそもそもこのカードが電信をスタンさせるっていう効果と、うん、デッキから電信の、はい、アイテム1枚手札に加えるっていうマップなんですよ。じゃあアイテムサーチが8枚構成か、8枚、あ確かに、そうですね、まあ、直接サーチしていくのがまず8枚体制あると、うん、で本体も2枚入っていると、うん、さらに3枚めくって探し出す、2枚ドローする、うん、ゲージから探すっていうカードで溢れ返ってるので、うん、まあ、まずまず来ないことはほぼほぼありえないんですね、うん、はい、ドロップいっちゃった場合のリカバリーっていうのはここにあります、あるんだ、はい、あるんだ、はい、余裕であるんだ、はい、これがあればドロップに狙い、まあ、なんとかしてこれを手札に変えてくださいと、そうですね、なので、まあるんですね、で、あとはですね、じゃあかといってですよ、でミラクルファイターズって単一の魔法なんで、いや4枚もいるのっていうところになるかもしれないんですけども、うん、まあ、さっき言った武器サーチっていうのもあるんですけど、このカードもう一つ仕事があるんですよね、うん、これデッキからですね指定した属性のサイズ3モンスターを手札に加えるっていう効果もあるんです、うん、でこのデッキですね、絶対にあの最低でもですね鈴とアマテラスがハンドにないと、うん、まずゲームにならないんですね、実は、はい、なんか事故ってる時あったよね一回ね、はい、あの生まれです、鈴まで行ったけど、そうです、そうです、鈴まで行ったけど憑依するカードがないみたいな、はい、なんかたまたま何にも来なかったなって時も時々あるんですけど、うん、はい、でもそれはね、まあ、ごくごく稀に起こる現象で、うん、正直なところ、はい、でも心配だったらもう1枚追加しとくとか全然やってもいいんですけど、うんうんうん、はい、まあ現状これで来ない回数の方が圧倒的に少なかったんで、これで固定してほぼ回るんだったらまあこれでいいでしょうというところですね、うんうん、今のところ見てるのは、まあ、不安だったら本当に1枚ぐらい追加しても別に結構だと思うんですけどね、うんうん、はい、で、あとはこのカードこれがもう本当に防御札ですね、いわば、うん、はい、あのでドローしてライフ伸ばすし、まあ、プラス4000の守備力、半端な攻撃だと通らないんだよね、守備力が高くて、そうですね、1万2000の守備力を持ちますし、はい、あとはこのねルールのね、こう何て言うんでしょうか、このねアタックのルールの変更によってこの辺もすごく使いやすくなったんですよ。今までこういう効果もし使うんだったら相手のアタック前に上げてドローして構えるとかやらなきゃいけなかったんですけど、これのおかげでですね相手がアタックしてくる寸前まで効果を使わないってこともできるんですね。アタックしてきてから引いてその後考えるってことができるようになったので、さらに対抗してもいいわけですね。それでまだ届いてるようだったね、はいはいはい、そうです、だからそういった意味ですごくねあの選択権が増えてるので、確かにそれとても強いです、うん、それはすごい楽になったね、はい、俺もそういうデッキでよくある、
それによってその事前にやっとく必要がなくなったみたいな。そうですね、はい、あとはあのアマテラスって、うん、もう たくさんドローとかしたいときはあの場でも効果発動するんでこれ、うん、だから普通に場にコールしてもいいんです。2枚目があったら乗る用の1枚と、うん、2番にもなんだよね、チャージして、ね、そうです、あの2回攻撃するか、うん、ゲージためで2回攻撃するか、うん、パワーを上げて、あ、守備力を上げてドローしてライフ増やすか、うん、で攻撃力プラス8000だから8000になるんだね。8000になるんですね、普通に。そうです、だから全然強いんですよ、攻守にとても優れたカードなんで、そうなんです。だから状況に応じて2回攻撃に切り替えるとか、この8000になるってテキスト必要だったのかな。だってこれ攻撃力ゼロなんですよ、ね、まあどっちか使えばいいのか、はい、そもそもで攻撃力ゼロなんで、うん、ゼロだと突破できない人もいるので、うんうんうん、はい、中にはなのでプラス8000っていう、そうか、ドローした上で8000でアタックはできないってことだね。そうですね、そういうことだね、はい、そうです、うん、でもそれも手札をギリギリまで2枚あれば、例えばこっち側でドローしてみて、うん、もう1枚をドローに変えるのか、いやもうアタッカーに変えちゃっていいのかって選択肢も生まれるんです、ね、うん、しかも真ん中空いてれば2点は通るんで、まあ、そういうことになりますねだからその場合はドローした方がいいんだねそうですね、ドローしたりとかそういうこともあります、うん、はい、でそれが基本防御兼普通の攻撃手がアマテラスですね。でこれが主にフィニッシャーですね、うん、はい、ライフ1払うと3回攻撃貫通を得るか、うん、もしくはですね相手の場の魔法カード1枚全部吹き飛ばすっていうカードが効果があります、はい、うん、だからそういった意味では結構相手の場面をいじったりとか、ここでフィニッシュ決めたりとか、たまに魔法依存があるからね。そうですね、その辺も、はい、スクロールとかやきついしね。そうですね、結構キーになってるようなカードの場合はこれでいじられるってこともあるので、うん、なかなかきついですね、うん、はい、まあ、あとベルグは置いといて、であれがチャードですね。これはもう、はい、刀入る、あれがはい、ターン1の制限がなくなったチャードロカードです。それがああゼロでいるんだ。はい、ゼロで、まあ、もちろん電信があるから電信です。電信専用のチャードロ、はい、そうですね、電信があるから使えるよ、はい、でこのカードはですね、これのカードがある限り自分のアイテムの攻守が3000上がります。ああ、はい、さらに上がったり、守備力が1万5000になったりとかで、さらにライフが6以下だと打撃力がプラス1になります、うん、さっきのスサノが打撃力4で3回攻撃をしてくるとかってこともやってくるので、うん、なかなかすごい高圧になります。まあここまでやんなくてもみたいな感じで2枚なんでね。そうですね、うん、まあ、でもそれがあった方がいい相手もいるんですよ、うん、打撃力4ぐらいにしないとダメな相手もいるんで、中には最近は、うん、はい、だからそういった意味では必要なカードです、はい、はい、あとピンで入れてるこのモンスターなんですけども、これがですね、うん、アイテムがアタックするたびに打撃力が上がるっていう効果があるんです。あ、面白い。なのでそれもフィニッシャー的なニュアンスでね。これもフィニッシャーですね。でこれ1000円なんですね、しかも、はい、なので、はい、なので、これがスサノが3回最低3回アタックするので、うん、これで打撃力がこれで4になります。落ちた時に、ね、拾って決めれるかなみたいな、はい、そうです。でこれ本人が2回攻撃があるんで、これで4点1000円っていうのがこれだけでできるんですね、うん、はい、なので結構強力な4点4点の8点か。そうですね、あれ結構強力な打撃を持っております。普通に強いな、はい、はい、でこのカードがスタンドって効果もありますので、この辺を打撃力4をもう1回スタンドとかやってれば。なるほど、これは入りますね、はい、そうですね。で、これが制限もないんです、ね、ないんです。だから武器を拾った後はこれをずっと手札にこう溜め込んでおいて、うん、3枚ぐらい持ってるともう打撃力4で3回追加攻撃みたいな感じでやってればいいんで。そういうことか、はい、十分な強さですね。でこれがドローカードです。単純に2枚ドローして、アイテムにソウルがあるならばもう1枚追加でドローする。3ドローにもなんのか、3ドローカードですね、これが。なるほど。でこれがキーカードのゲージ探しですね、うん、ゲージからカード探すよっていう。スーパー強いね。スーパー強いカードですね、これもね。でこれが設置魔法高間ヶ原っていうカードなんですが、うん、このカードがですね、電信ってさっきおっしゃったように、うん、手札には戻るんですよ、うん、アマテラスとかって、うん、でこのカードはですね、このカードがあると手札に戻らなくなるんですよ。なるほどね、はい、つまりここ飛ばしてからやんないといけないってこと、ね、そうです。だから相手としてはワンテンポ強要するっていう、うん、そのとこですね。だからワンテンポかかないとアマテラスは飛ばないよっていうふうに言ってあげることができるんです、ね、でも本当バウンスしかないってそれだけでも狭いのに、はい、それをさえ止めちゃう。そうですね、それをちょっとブレーキかけることもできるっていうところですね、はい、うん、でさっき言った回収カードですね、それはアイテムかモンスターを回収します、うん、2枚まで、はい、まあ、何でもじゃん、はい、何でも大丈夫です。電信のね、はい、電信の、はい、なので落っこった何かを拾えばいい、はい、何でもってことですね、はい、であと防御札になりますけども、これが攻撃を無効にして、ソウルに、アイテムにソウルがあるのはライフプラス2っていう防御魔法ですね、はい、スーパーリュクリュー条件付き。そうですね、はい、でこれがですね、いわばラウドボイスです、これがね、はい、打つと、これ打つとですね、自分の電信のアイテムがある必要があるんですけども、うん、あると、まあ、しかもソウルですね、ソウルのある電信アイテム、あ、憑依してないといけない。あ、そうです、憑依が絶対条件です。でも憑依してればですね、だから総じて憑依崩れると相当やべえんだ。あ、まあ、その通りなんです。だから憑依を崩せばこのデッキは脆いです。でも逆に言うと崩れない限り相当硬いんですね、うんうんうん、はい、でこれがですねボイスで、
打つと相手の全体のパワーが3000ダウンして打撃力がマイナス1になります。じゃあ1枚捨てたボイスみたいな感じ。そういうことですね、うん、なのでそれを1枚で発動するんです、まあ、発動するんですよ。だからアマテラスの守備力が1万2000なのにただでさえ高いのにこれでさらに3000下がれって言われるんで、うん、もう大体まあ軒並み届かなくなりますよねこれだけで、うんうん、はい、なので相当硬い防御札になります、うん、はい、で、ここにですね、はい、ここにですね2枚、まあ、はい、桜吹雪が入っておりますが、これ流行ってんね、はい、でこれはまあ入れてる理由はとっても簡単です、うん、手札に戻されたくないからです、うん、はい、まあ、崩壊して戻すケースがほとんどなのかな、はい、あの現在アイテムを、うん、あのモンスターの効果で手札に戻すっていうのはほぼほぼ なかったはずなんです確か、うん、あの場のモンスターの効果でモンスターを手札に戻す結構あるんですけど、うん、だから分かったね、暗殺前進は裏向きからドロップされた時だから、はい、そうですね、魔法じゃないんだよ。そうなんですよね、そうだから、うん、それをかいくぐるためにあのこれでもスルーするように暗殺電信のが組まれてるんですね現在、そうなんです、うん、だから暗殺電信はここを崩してからそれをやるっていうような感じですね、うん、そうだね、プランとして、まあこれで崩せるんだね、まあそういうことですね、はい、うんうんうん、そうですそうです、だから、まあ、暗殺だったら別に普通に破壊あるからね、そうなんですよなるほどなるほど、そうです、だからそういったワンテンポを、ね、いろいろこう共有したりして戦うデッキが、まあ、現在それとかですね、うんうん、まあ、純正の方はこんな形になります、うん、まあ割と電信で行きたいって人はこれはいい、そうですね、電信のテーマで、まあ、いわゆるこのテーマで固めたいよって人はこんな感じになりますよっていうですね、うんうん、あとはまあ必殺技の1枚、これはあの自分の場の電信をスタンドさせて打撃力をプラスしてアタックする、ファイナルフェーズ中にアタックできるようになりますよっていうことですね、はいはい、まあ、おすすめとしてはやっぱりこの辺り、うん、あ、無効化されないのおまけもついてくる、おまけ付きですね、だからこれ打撃力をこの辺で、うん、あのさっきのプラス、まあ、なんかやりすぎ感あるけどね、そうですね、打撃力を例えば5点にしてもう一回アタックして、でこれもアタックフェーズは打たないで取っといて、ファイナルフェーズまで持ってってからこれを乱射するとかですね、あ、はいはい、そして5点でずっと起こし続けるみたいな、なるほどなるほど、決め方なんて決め方としてはその辺がいいですね、一番、うん、これを持っていればこの辺と組み合わせると、うん、無効ができない5点を連続で叩き込んで勝つみたいな感じですね、うん、で、はい、なんかこれあとピンで、これはですね、打つと自分の場の電信は打撃力が下げられなくなります、うん、で、自分のアイテムがアタックするたびに相手の場のカード1枚破壊します、あ、強い、はい、しかもこれも電信、あ、でもこれは拾えないんだね、モンスターがアイテムだから、そうですね、魔法ですね、まあ、偶然引けたらか、はい、まあでもこれ、はい、これとかでね、まあ狙ったりとかできますね、うんうん、でちょっと環境によってもしかしたらこれ2枚ぐらい色濃くしてもいいかもしれません、最近、うんうん、あの例えばこう飛空体とかが打撃を安定して下げてくるんですよ、結構そうすると、うん、あの気空体になると、ね、そう、セカンド打撃が下がっちゃうんで、うん、そしたらこの辺打つとこの辺の打撃が全部復活した状態でアタックして、うん、さらにアタックするたびに気空体のカードを破壊できるので、じゃあまあこの辺とかかな、そうですね、その辺でちょっと変えたりとか、うん、もうそうさ硬いからさ、はい、崩れなきゃいいんだからさ、まあ、そういうことなんですけどね、そうだ、例えばそんな感じはありえます、ね、かもしれないね、はい、っていうような、ね、感じで、戦っていくデッキです、だから守りに優れ、ドローに優れ、うん、さらに火力もあると、これはそうだね、こういう方がいいかもしれないね、はい、刀の中では相当強い部類では間違いないです、そうだね、だからこれをベースにして今までの既存の刀ワールドを増やして強くしにいったのが、いわゆるあの電信暗殺機とか、そうだね、そういう形なんですよね、これでこのサンサーチとかが、はい、そのあれなんだよ、ゲドーマルとかもサーチできるから、はい、うん、そうなんです、なので、うん、そんなに逆転殺できるっていう、そうですね、でもそういった意味では電信はこれまでの刀ワールドの強さを本当に底上げしてくれたっていういい、ね、とてもね、はい、属性になりました、これがね、そうですね、ダリルベルクだから、ね、はい、まあ、なんといってもこの辺もねってことですね、うん、はいはいはい、ということでね、はい、まあ、これ純正だから、これ意外とこういうレシピ上がってないんでね、あ、そうですね、あの勝ってるレシピしか上がってないから、そうですね、だから何て言いましたか、でも本当の初期の頃は上がってたかもしれないけど、はい、今暗殺電信まで行っちゃってるから、そうですね、だ本当に今ただ意外と純正公式は見ないけど、はい、だから大会を見ると確かに暗殺を絡めた方がいろいろね、うん、小回り効くんで、確かにもうバランスがただ打ちだからね、はい、あれやばいんだよね、そうです、2枚逆転殺で2枚入れればさ、これ戻して戻すって言えるんだよ、はい、そういうことですね、うん、そうなので結構ね今状況的には、まあ、厳しいっちゃ厳しいです、純正のね電信はね、うん、はい、うん、本当に何とかしようと思ったらこれ多分ね複数設置できないのかな確か、うん、いやできるんですよね、これ複数設置できますんで頑張ってこの辺たくさん設置してとか、うん、まあ、やっておいただいても結構なんですが、うん、まあ、いくら設置してもこの辺飛ぶんですか、ここから、まあ、相手を仮想的に対するメタをちょっと入れていく、そうですね、実はこの辺とかなくてもさ、あ、まあなんとかなったりはしますね、しそうな気がするよね、うん、実はね、そうです、だからちょっと回していただいて、うん、ここで十分な気がするんだよね、はい、あと本当に足りないところをいろんなカードで補っていただいて、うん、デッキ組んでいただければと思います、意外とガチレアの憑依するやつらも地味に強かった気がするんだよ、ね、ああ、レストランですよ、ね、丸めるとそれもあるかもしれない、ね、はいはい、そうです、だから本当に相手によって何を仮装して戦うかによってデッキはいくらでも変わりますので、うん、そうね、本当に、はい、ドラゴットとかはレストが効きそうだし、ええ、う
そうです、そうです。だからどこをね、あのメタルかっていうので、うん、いろんな形になります。そうですね、はい、ここをベースにしていろいろ丸めるなり、ね、嫌な仮想的に対する強いカードを入れたりとかね、うん、そうですね、そういうのがいいかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あなたたち